こんばんは。11月24日午後4時になりました。第213回のしゃべくりマッソルですね。今日なんですけどもね、勤労感謝の日の、振り返り休日で有感休みということで、有感なかったんで、じゃあ、皆さんね、昨日一昨日ですか、22日の夜の震度6弱の地震、びっくりしましたね。うちが潰れるかと思いました。これマグニチュード 6.8 だそうですね。でこちらの方ではあまり感じなかったんですが、その30分後にもまたね5弱の地震が来たようですね。この地震で40人以上ね、なんか怪我されたり、なんか建物も30棟以上なんか全壊したそうですね。この被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。はい、ということでですね、今日はあのしゃべくり松城、いつもの通り、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、小鳥の巣箱作りと設置をされている温泉団地お住まいの竹内正明さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで早速なんですけども、竹内さんね、この小鳥の巣箱の作成と設置っていうのはこれどうしてこうされてるんですか？私あの、松代地区住民自治協議会の教育文化支援委員会に所属しておりまして、小学校の教育支援の一環として、小鳥の巣箱作りと巣箱を各小学校に提案してまいりました。幸いあの日本野鳥の会の会員の方と、それから、木工職人の方、この人と私と3人でがスタッフで、進めてきております。あ、そうなんですか。で高橋さん、今までにね、どこの小学校にこう設置されたんですか？最初に東条小学校、それから豊坂小学校、昨年は清野小学校で、やってまいりました。でこの竹内さんたち3人だけじゃないでしょ、そのメンバーっていうかどういう方が協力していただいたんですか？小学生だけでは無理なんですから、協力者を得てやってきました。どの方に？東の小学校につきましては、校庭と、それから、学友林の天皇山、小高い山ですが、すぐそばにある山ですよね。山ですが、まあ、そういったことでトレッキングクラブの、会員の皆さんの協力を得ました。でその次の年は、豊坂小学校ですが、校庭とそれから裏山のにある明徳寺の境内にかけました。あ、すぐそばにありますね。こちらは豊坂の区長会の方たちの協力を得ました。で昨年は清野小学校で、行いましたが、こちらは校庭にかけました。で制作にあたりましては、子どもたちのお母さん方が協力してくださいましてね、で親子ともども楽しく、いいですね、有意義にねやっぱりやっておられましてね、本当にあの私も嬉しい思いをいたしました。そうなんですか。で今年もされた、今年は寺尾小学校でやりました。で寺尾小学校は私あの感心しましたけども、2年生3年生4年生が、単調会を毎年やってるそうなんです。あれ、その単調会って何ですか？あの探す鳥の会。探す鳥の会、あ、それは単調会、すみません、知りませんで申し訳ないです。あ、単調会の皆さんね、単調会で勉強してまして、講師にはね、日本野鳥の会の、会員さん数人が協力して、毎年やってるそうなんですよ。で私どもの、提案と大変マッチングしてますよね。スノボを作ってスポーツ作るなんてことがね、ですから学校もすぐに、やりたいと、いうことでね。で4年生20人のクラスですけども、10月29日に、やった次第です。そうなんですか。その時の様子ってこれあれですか？これが写真がそうなんですか？これその時のこれが始終からですか？まず最初にね、当日この小鳥の巣箱、これは見本ですけども、
まず最初に先ほどの写真の小鳥の絵、あれは四十からですが、これは四十から用の巣箱です。これ、うん、で、はい、で最初のその説明の中で、うん、はい、講師が説明した内容の一端をお話しますと、ここなるほど、四十からは液腸です、うん、要するに害虫を液腸、ね、捕まえてくるわけね、で大体1日に50匹以上捕まえてくれるそうなんですよ。ですから子どもたちにもその点もね、うん、やっぱり小鳥を大事にしなきゃいけませんよという話、したわけです。それで、この中を、子どもたちに見せまして、はい、これがこれが、お、徳さん、これ中に何か入ってますか？何ですかこれ？これ小鳥が巣作りをした時の材料で、苔を集めて巣にしてるわけです。これ苔ですか全部？いや、見てください、これ竹内さんやったんですかこれ？いや違う、小鳥がこれだけ集めてきて巣作りしてるわけです。これ全部小鳥が集めてくるんですよ。そうですそうです。わー、つがいでいるので、2匹で、2羽で、ペアでね、ペアで、わー、こんなに集めてくるんですか？そうですそうです。大変ですね。でこれを中を清掃してやらないと来年小鳥がまたこの巣箱を使うことがないもんですから、そういったことも子どもたちに説明していました。これ清掃というのはあれですか、1ヶ月にとか2ヶ月に1回清掃するんですか？いやいや、来年の小鳥が巣作りをするカップルができる前、うん、ですから、まあ来年の1月、2月ぐらいまでに、すればいいと思います。じゃあ1年一遍、1年一遍、はい、清掃してかけると。そうです、清掃してかける、そうです。あ、そうなんですか、なるほどね、わかりました。これが今のかけてる写真、これがかけてる写真ですか？これは、これは作ってかけてる写真ですけども、うん、まあ、その前に工作してる写真がありましたね。工作してる写真ね、まあ、工作してるその話を先にしましょう。はい、この子どもたち、寺尾小学校の子どもたちはびっくりしたのは、うん、積極的に躊躇なく、うん、ことを進めていくっていうことです。で、聞きましたところ、夏に、まあ、学校も工作ってことに力を入れてるんでしょうけども、なるほど、各家庭から木々を、うん、持ち寄りまして、で、思い思いにいろんなものを作ったようなんですね。ですから、ノコギリだとか、はい、組打ちだとかっていうことも、上手にやってました。上手にこの写真もそうなんですかね、これ写真上手にやってるんですかね。まあ、時間内に、うん、まあ、これ作っていました。そうなんですか、でこの写真はかけたところですか？木にかけてるところです。で寺尾小学校の校庭には、このように大きな木がたくさんあります。で、まあ、理想から言うと50メートル以上離れた方がいいようなんですけども、50メートルで10個っていうと500メートルですから、うん、それほど高低が広くないもんですから、だいたい20メートルないし30メートルぐらいに、かけました。それ50メートルってのは縄張りってあるんですか？そういう意味ですか？そうなんです、そうなんです、で、高さは3メートルぐらいに、かけまして、それから広葉樹と針葉樹ということでは、広葉樹の方にかけた方がより良いということです。それから枝があるかないかね、前にね、やっぱりね、小鳥は見通しがいい方が逃げ足もですから、 ある程度小鳥の巣箱の側から見て見通しの良いところにかけた方がいい。なんかこう見渡せるっていう、例えば近くに枝があると、蛇が、入ってきちゃうとか、そういったこともありますね。なるほどね、見渡しがいくて3メートル以上で50メートル、いろいろ難しいんですね。そうそう、なるほどね。でそれ、はい、ここに先に、木に登ってる子どもたちもいますね。これですか？そうですね、はい、はい、
これ女の子の持ってますね。寺小学校の女の子もね、すごく元気はつらつしてね、いいですね。私嬉しくなりましたけどもね、やっぱりあの寺小学校の校風がね、やっぱりこういったところ出てるのかなと思っておりましたけどもね、たくましいですね。たくましいですね。そうなんですか。でその皆さんのですね、寺小学校もそうなんだけども、皆さん子どもたちの感想を見てどうですか。そうですね、あのずっと4校をやりましたけども、あの一番やっぱりあの、皆さんの声が多いのは、来春が待ち遠しいと、それでカップルが誕生してね、ひなが生まれるのを見たいと、それが一番多かったです。それからまあ当然のことながら、小学生ですからこれだけのものを作るのもなかなか、あの力がないからノコギリを作るのも難しいしね、だけどまあ、あの上手にできてよかったと、なるほど、いうことをみんな言ってましたけどね。よかったこと大きいですね。いいですね。あと先生方はどうですかね、感想は。校長先生の話ですね、やっぱりあの学校の中だけで、こういった、授業をするってことがなかなか難しいと、やっぱりあの皆さんの協力がね、あってよかったと、でまあ、そういった評価をしてくださいましたし、またあの地域の大人の方たちとね、こういったあの交流を持てたっていうことも、これも良かったと、まあ、いい経験をしたということをあの話してくださってます。いいことだらけですね。そうですね。で子どもたち、それから先生方のお話を、武井さん自身どうなんですか。私もね、学校教育に対してね、やっぱり、住民地協議会として、少しでもまあ、協力できたっていうことでね、大変満足してます。なるほど。そうですか。またあのこの巣箱を購入するともっとできばいいんでしょうけども、あの結構お金がかかります。そうですね。で今回も我々やりまして、大体この板材を買う費用ぐらいで、費用はそうかかりませんので、まああのまあ、いろんな点で良かったなと思っております。ところでこの立派な巣箱なんですけどね、これどんなふうにこう作っていくんですか。あのまずここにあるこれですか。こうかな、こうですか。板材を、購入します、でこの板材のこの色が、焦げたような色をしてますけど、まず最初に、家庭用のバーナーで表面を焼きます。この焼く目的は、雨風に、耐えられるように、また虫がつかないように、そして、自然の色にね、溶け込むようなっていう目的で、焼くわけです。でその次にこの穴ですけども、今回作ったのは、工具はないものですから30ミリにしました。本当は四重からは28ミリが、いいんですよ。本当は28センチと30センチ違うんです。2ミリ違うだけでもね、やっぱりね、あの違うんですよ。で、この穴を開けまして、次に、まあ、あの当然先ほどの図にありましたように、ノコギリで切断しますよね、で切断しました板材を今度は、あの組み立てるわけですけども、前板と横板2枚でコの字にします。なるほど、こういうコの字でね、コの字にします。それから底板をつけます、でこれをこの背板に、釘で、留めまして、なるほど、最後にこの板を長板で留めるわけです。まあ、横に開閉した方がいい場合もあるんでしょうけ ど、まあ、あのこの方が作りやすいということで、なるほど、ね、こういった形で作ってます。あ、そうなんですか。で、その後に今度この下に、4つ穴を開けまして、まあ、約6、大体6ミリの穴ですけども、下の穴は何のために開けるんですか。これはあの水が入った場合、水抜きの穴です。あ、なるほど、水が入る場合あるから、なるほどね。それからここの、背板の穴はこれは当然、白縄を縛るから、ね、通す穴ですけどもね。あと、まあ子供たちは、自分が作ったということでマジックで書いて、なるほど、それで完成ということです。子供たちいい経験しますね。そうですね。
そうなんですか。すいません、もう時間もねなくなってしまったんですけども、話はねガラッと変わっちゃうんですけども、竹内さん、いろいろね地域では区長さんとかね、いろいろ古民家されてて、最後にね町の皆さんになんか一言だけ、もう時間もないんで一言だけ、はい、私が希望することは、松代にも松代は歴史の町で、はい、また文学の町で、っていうことですけど、もうちょっと自然の方にもね、目を向けていただいて、はい、まあメダカとかね、はい、それからホタル、大紫、はい、こういった自然に恵まれた面もありますから、皆さんそちらの方にもね、もうちょっと目を向けてくれると、そうですね、本当にいいなと思ってます。ねえ、高橋さん、いろんな活動されてるんでね。わかりました。はい、もうね、ちょっと時間もだいぶ過ぎちゃって申し訳なかったんですけども、はい、本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。お願いします。ちょうど時間ね、収まった。はて、皆さん、はい、ご苦労さんでした。ご無沙汰です。はい、どうも。ようやく。ご無沙汰です。元気になりました？どうです？ちょっと、大丈夫ですか？ちょっとここら辺が。大事にしてください。はい、ありがとうございます。はい、で、ですね、ということでお知らせ。はい。これ今回初めてやるんですけど、はい、松代藩と鷹狩りっていうのでね、はい、松代のね、松代城の二の丸で、うん、このね、29日の土曜日、はい、10時半から行います。はい。はい、その後、まあ、10時30分から、正午まで一応ね、二の丸で、はい、まあ、実際高飛ばしてやるっていうことね。でその後ね、講演会がありますね、はい、1時30分から文化ホールでやります、はい、今回初めてなのでね、ぜひね、こうやって高飛ばしってどういうあれなのかっていう、まあ、ルーツだとか、これもね、ぜひちょっとやって参加していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、ぜひね、はい、皆さんおいでください。はい、お願いします。はい、はい、さて、それではですね、来週しゃべくりますよ、はい、214回、はい、214回になりましたね。そうですね、はい、これでね、この創立30周年を迎えたね、混声合唱団、コールスワービ、ちゃんと読めましたね、一言練習しました、はい、でね、この方ね、3名さんで、はい、お話聞くっていう形で、はい、でね、30年の、ね、会員さん、原さんという人も来ていただいて、うん、マリオさんパーソナリティで行います。わかりました、はい、ぜひ、はい、見ていただきたい。楽しみですね、はい、よろしくお願いします、はい、それでは来週のしゃべくり場所、どうぞお楽しみに。はい、お願いします。